中学生の時に学校の屋上から飛び降りて成り行きで落ちる方向になってしまったという感じです。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。ミキと対談をしていこうと思います。あー声張らないじゃんはい、じゃあ、まあ、じゃあ自己紹介からしていこう。ミキの、じゃあお体の今の状態を教えてください。脊髄損傷の T12 で、まあ、完全麻痺の車椅子ユーザーです。あ、T12 なの、うん、?L じゃないんだ。うん、T12 の。へぇー。なんでそうなりましたか？中学生の時に学校の屋上から飛び降りて車椅子ユーザーになりました。これ笑うと怒られるやつ。笑うと怒られる。関係性ができているので笑ってもいいというね。それは自殺ですか？自殺ではないんですけど、自殺を別にしたいとか思ってなかったけど、うん、成り行きで落ちる方向になってしまった。という感じです。でも意味が分かんないよ、聞いてる人も意味分かんないから。中学校の屋上って入れる環境だった？普通に入れる環境だった。へえ、うん、でも柵があるでしょ？そう、柵の向こうに行く理由は何だったの？中学2年生の夏休みの期間に高校の体験入学みたいなのがあって、そういうのに行った時に、まあ、学校の先生とそこで、まあ、当時私も思春期で反抗期っていうのもあって、うん、その先生と、まあ、身だしなみの件で喧嘩に討論になっちゃって、うん、でその後、まあ、その時結構言われて、うん、もうあんたはゴミだみたいな、すごい言われて、で、まあ、私も当時腹が立って、うん、学校に行って校長先生に、うん、まあ、その件を言おうと思って、うん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 、先生についてこういうこと言われましたって言おうと思って行ったんだけど、うん、まあ、一旦ちょっと落ち着かせてからと思って、うんうん、屋上に行って、うん、屋上のフェンスの外側のところでこう外を眺めて休んでたら、うんうんうん、本当にこう落ち着かせようと思って休んでたら、うんうんうん、自殺するんじゃないかっていうふうに勘違いされて、先生も来て、うん、謝るなみたいな感じで言われて、うんうんうん、で、と思って、うんうん、別に落ちるつもりないんだけどなと思ったけど、うん、まあ、すごい止められて、うん、で気づいたら警察と救急車が来ていて、うんうん、なんかこのままちょっと戻れないなと思って戻れるよ、うん、なんか戻ったらちょっとなんか、まあ、当時の自分的にはちょっとダサい感じがあるじゃない、まあ、中学生心、うん、このまま戻ったらなんかすぐ、しかも自殺未遂しようと思ってやめたんだ、うん、こいつみたいな、なんかそういうダサさを感じてしまって、うん、まあ、ピョンとジャンプして、うん、今に至るっていう感じです。何回からだったんだっけ？5回かな。5回？それさ、ジャーンプみたいな感じ、それともこうよくこうふーってこういくじゃん、こう前に倒れますみたいな。前にでもなくて本当にこうピョンっていう足からまっすぐ。へー。で地面、コンクリート、なんだ、足から落ちて、うん、尻餅つく感じかな。へー。そうでこうなって、両足首、うん、両手首、うん、肩肘、うん、あと脊髄出てきたわけでしょ。そのさ、5階から降りてる時は意識はあるの？3階2階ぐらいまで意識があって、うん、普通に落ちながら、あ、4階3階7階すぐって意識が飛んで、うん、気づいたらもう病院に運ばれてたっていう感じ。へえ。何を思ってその4階だな3階だなって思ってるわけ？ピョンと、まあ、なんかどうせならちょっと数えとこうかな。やば。病院に行って、まあ、手術をだからした後に目が覚めたってこと？そう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 、手術終わってから目が覚めた、うん、じゃあそのもうバッキバキな状態じゃん、体は。もう全部こう固定されてる状態、一人では何もできませんみたいな状態、うん、でその脊髄損傷ですって言われたのはいつなの？ちょっといつか覚えてないんだけど、うん、まあ、救急病棟からまあ普通の病棟に移って、うん、移った後に言われたんだよね、うん、それも先生から直接じゃなくて母親経由で、歩けないかも
もみたいな感じで言われて、それまではだって結構あれじゃん、その2、3ヶ月くらいは多分あれでしょ、回復期で、うんうんうん、それもだ骨折してるから動かないんだろうなみたいな感じでいたってこと、自分の中で。あ、そう言われた時、そう言われる前までのさ、うんうんうん、動かないのは分かるわけじゃん自分で。あ、まあそうだね。いや、もうそれどころじゃなかったかも、もうさもう何も動かないから、うん、何もできないから、うん、なんかそこまでも考えてなかったかも、その歩けないかもとか、うん、足が動かないとか、なんかそういうレベルじゃなかったというか、もう何もできないっていう、歩けるかどうかとかもその時も何も考えてなかったかな。じゃあ実際、まあ、そうやって歩けなくなるかもしれませんよってお母さんから言われて、うん、どう思ったわけ。ああそうなんだって本当に日常会話みたいな感じで受け止めた、うん、お母さんはだって母は心配はもちろんしてたと思うんだけど、うん、まあ、割かしどうにでもなるでしょタイプではあるから。じゃあそのなんでそんなことしてないよとはならなかったっけ。そうはならなかった。へ、きっと何かあったんだろうなっていう感じだったのかな。多分そうなのね、うん。じゃあまあ別に、ああまあそうか、そうなるもんなんだってなって、うん、じゃあ退院して世に出ても別に大変なことはなかった。うんうん、私本当に大変な経験がなくて。あ、そうか、学校に戻るのか。中学校に、中学校2年生で、うん、ほぼ丸1年入院してて、うんうんうん、卒業式だけ中学校参加して出席させてもらって、うん、高校からしっかり学校には行き始めた。うん、高校受験どうしたの。高校受験は1年遅れて受験したから、うん、みんなよりちょっと1歳違う感じ。あ、で定時制だったから、あ、別にそんな年齢はそこまで関係なく入れたんだけ ど、ね、で車椅子で行ける学校だったわけ。そうだね、うん、トイレもあるし、うん、エレベーターもあるしっていう感じで。別に車椅子生活になっても何も変わらない感じ。何も変わらなかった私は歩けませんよって言われた時に、もともと私の中で歩けることが良くないことっていう概念がなかったのね。別に歩けないことってが悪いみたいな印象もイメージも何にもなかったから、うん、まあ、歩けないんだ、本当にそうなんだっていうだけで、なるほどね、そう、私の中でそれが悪いことって捉えてなかったから、うん、何とも思わなかったし、うん、歩けたとしてもさ、うん、歩けなかったとしてもさ、なんか自分自身って変わんないじゃん、うん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 、なんか本当自分の核みたいなものってさ、うん、何も変わんないし、うん、ってなると本当に何にも変わらない、うんうん、運動とか部活とか、うんうんうん、そういうのは何かやってたの。小学生の頃からクラブチームで新体操、うん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 、クラブチームに所属してて、うん、まあ、ずっと本当にそれは本当一生懸命やってて、うん、まあ、別にそんなすごい選手じゃなかったんだけど、うん、小学校の頃から週5、6で、うん、まあ、遊ぶ暇なく毎日練習っていう感じで、で、まあ、それがまあできなくなったっていうことはあったけれど、うん、まあ、中学までやってたから、うん、でもなんか運動神経とか身体能力だけは自信があったから、うん、なんか足ぐらいが動かなくなっても、うん、他の部分動ける場所もあるし、うん、どうにかなるでしょっていうのはすごい強く思ってたから。で、その新体操に対してのさ、うん、こう執着みたいなのは別になかったってこと。まあ、頑張ってたけど、うん、でも一旦なんかそこで、あ、できない お休みみたいなまあ、一晩その言われたその夜、うん、あ、もう新体操できないのかと思って、うん、ちょっとしんみりはしたけど、うん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 、一瞬だったかな。なるほどね、うん、その頃こう夢はあったわけ。その怪我する前は将来こういうことしたいなとか、うん、全くなかったかなあった、その、あ、まあ、小学校の頃。そうね、なんか職業っていうよりは、うん、こうなる自分のために何したらいいかなみたいな感じだから、うんうんうん、まあ、例えばお金がね、ある程度あって、うんうんうん、お休みがある程度あるってなったら、じゃどういうお仕事したらいいのかな、うんうんうん、まあ、でも接客業の方が好きだなとかさ、うんうんうん、なんかずっと黙々と何かに向かって、うんうんうん、お仕事やるのはきっと向いてないんだろうなみたいな感じはあった、うん
当に何も考えなくてほほんとずっと生きてる感じ。じゃあ高校卒業し、まあ、定時卒業して、うん、何をしたの次。社会人になりました。就職。就職。就職は別苦労しなかった、うん、苦労しなかった。あの、まあ、ハローワーク行って、うん、そこでいろいろ教えてもらって、うん、パソコン教室みたいなのもちょろっと行った時に、うんうんうん、そこには行かなかったんだけど、うん、うちに来ませんかって声かけていただいたり、なんかだから就職もそんなに困ることなく。どういう系の仕事だったの一番初め。私がやったのは、うんとまあ、某カメラメーカーのそのソフトウェア開発をするような会社だったんだけど、うん、私自身は開発者とかじゃなくて、うん、うんとなんか情報セキュリティとか社内の。でもそれはさ、定時の時に学んでたわけ。そういう、うん、うん、全然学んでなくて入ってからなんだけど、もともと事務で入るのかなと思って応募はしたんだけれど、うん、その人事の方が高校生で若い子が入ってきて、うん、しかも障害持ってて、うん、だから事務職をやらせてしまったら、多分その子は事務のことしかできなくなっちゃうから、なんか別 の, そのもうちょっと IT に関することを学んだ方がいいんじゃないかっていうことで、うん、その一応 IT に関する部門に所属させてもらって、すごい経緯があるらしくて。すごいね。だって結構もう15、6、7年前なわけじゃん。うん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 、すごいちゃんとやっぱ進んでるんだね。大きいところがその仕事も別にだから環境的にも全然苦じゃないし、うん、楽しかった。本当にいい人ばっかりだったしそれまで本当に嫌なことはなかったわけ。車椅子になったから、うん、嫌なことっていうのは一度もないかな、うん、だから覚えてない私の中では。まあ、自分でこう一人で行動しててできないことがあって、うん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 、ああとかさ、まあ、その入れないお店があってとか、うん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 、着たい服が着れないとかさ。あ、友達と結構さ、お店とか行けばさ、うん、なんか普通に抱っこしてもらってとかもあったし、女の子と一緒に行くと店員さんが結構抱っこしてくれたりとか割と結構多くて、周りは多分大変だったと思うけど私自身は、うん、すごいなんかみんなが助けてくれるから困ったことがなくて、うん、感謝っていう気持ちは芽生えたけど、うんうんうん、そのおかげで、うんうんうん、すごい本当に本当にありがたいなっていうことを感じられたから良かったなっていう感じかな、逆に。あ、なるほどね、うん、すごい。海外に住んでた期間があるわけでしょ、うんうんうん、それは、まあ、そのいつのタイミングでどこに行ってたかっていうのをちょっとお話ししてください。まあ、会社で10年ぐらい働いていて、うん、会社辞めますって言って、うん、ちょっと長期間で行きたいなと思って、うん、まあ、1年間くらいかな、うん、ペルーで過ごしていました。